おはようございます。木上です。本日も毎朝の連続パイロット Vlog、クルーズをご覧いただき、ありがとうございます。本日はですね、以前紹介したエレクトリック関係の部分から、一つ重要なキーワードになりそうな質問をいただいたので、そこにお答えする形というところと、あとはそれに絡めてですね、航空機の軽量化の話ということでやっていきたいと思います。ということで、早速やっていきましょう。 さあということで、えー、コックピットの方にやってきたところからスタートしていきたいと思いますけれども今回取り上げようと思っているのは以前紹介したこちらのエレクトリックページの方ですね、えー、チェックをどういうふうに行うかっていうプレパレーションのところで紹介したんですけれどもその中でですね質問をいただいたポイントが一つありましてなぜこの 400Hz という非常に高い周波数の電源を使うのかという話なんですけれども ここの部分についてお答えしていきたいなというふうに思います。この 400Hz というのはですね、APU、エクスターナルパワー、それからエンジンがそれぞれ生み出す電力の周波数で統一された規格になっています。一方で皆さんがよくご家庭で使われるのは 50Hz、ないしは 60Hz っていう形の周波数帯の電源だと思うんですけれども、 なぜこういった高い周波数をあえて選んで飛行機は採用しているのかというところの話ということで取り上げていきたいんですけれどもそもそもですねこの 400Hz を用いるっていうところと密接に結びついているのが飛行機の軽量化というところになってきますなぜ軽量化っていうところと結びつくのかというと 周波数が高ければ高いほどですね、電力を生み出すための装置がコンパクトに収まるというのがあります。なので、飛行機の限られたキャパシティの中で電源を取るということに対して、周波数を高い周波数、400Hz っていうものに妥協するという言い方が適切かわかりませんけれども、まあそこの部分を目をつぶってあげて、 装置の方の軽さっていうのを重視した結果が 400Hz の採用ということになってきます。なので、例えばここをですね、50Hz や 60Hz っていうところで採用してしまうと、機体の発電機の部分、ジェネレーターの部分っていうのに非常にこう、ウェイトが重んでしまうっていう問題があって、昨今の飛行機ですね、本当に1キロを削るっていうところに取り組んでいる中で、 その優位性を持たせる方向で採用されているということになってきます。ちなみに一般的な航空機は共通化を図るというところで個々の景器、えー、であったりとかもしくはシステム的なところ、装置的なところでコストダウンを図るっていう意味でも標準化された規格として 400Hz が広く使われているということになってきます。なので、えー、一般的なこういった航空機に搭載されている景器関係であったりとか 付属されるホッキーの類のものは、すべて 400Hz の電源に対応しているものということになってきます、えー。ちなみに細かいところに関しては、僕もプロではないのでわからない部分はあるんですけれども、えー、電力装置ですね、400Hz ではなく 50Hz や 60Hz ていうところを採用すると、装置的には数倍大きくなるっていうのが、 こういった航空機を設計する上では大きな足かせになるということで非常に大きなインパクトを持っているようですね。ということでこの 400Hz を採用しているっていうのは航空機の重量を軽くするためにですね装置的なメリットデメリットっていうところで高周波数を取らざるを得なかったというところで 400Hz が採用されたということですね。 続けて航空機の軽量化というところで話をしていきたいと思うんですが、えー、軽量化というのはですね、昨今の航空業界において非常に大きなファクターになってきています。というのも、重量が重くなればなるほど、機体の燃費に及ぼす影響っていうところも大きくなってきますし、そもそもですね、離陸重量や着陸重量っていうところは決まっていますので、少しでも機体を軽くできれば、その分ですね、追加の貨物を搭載することができたりっていうので、 より採算性の高いフライトっていうのを行うことができるという側面もあって本当に1キロ単位でしのぎを削っているという世界になってきます、えー、特に代表的なところでいくつか紹介していくとまずはこのタイヤですね、えー、タイヤもですね1本あたり例えば1キロ減らすことができるとエアバスの320、えー、トータルで6本ついていますので単純計算で6キロ減らせるという計算になりますよね 実際には6倍で動くのでタイヤ1本あたりをより軽くしていくっていうのが動きになってきているということですねこういった連鎖反応っていうのは他の機体だとより大きく出る場合もあって例えばエアバスの380メインギアだけで10本ノーズギアを含めると22本のタイヤが付いているのでたとえ1本あたり1キロの軽量化ができたとしても トータル2 2キロっていう形で非常に余波が大きくなってくるということですね。この他のところではこういったカーゴ用のコンテナ、こういった部分の軽量化っていうのも最近広く、最近広く検討されていて、えー、見ていただくとですね、すべてこう、金属で作られている箱だとどうしても重量が増してしまうというところで、このサイドパネルのところを布製のものに変えてあげることによって必要とされる強度を担保したまま より軽量のものを取り入れていくということでそういった動きもここ10年20年ぐらいですね出てきているところという感じですね。えー、ということでですね、まあ、非常に簡単なところでありますけれども機体の軽量化っていうところを少し紹介したところで、まあ、本当に1キロ単位でですね、削っているっていうのが最近の航空業界の流れトレンドっていう形になってきていますのでそういった側面もあってですね より軽量な装置を組み込むっていう意味で、電源の高周波化っていうところは、避けて通れなかった選択の一つというところで、400Hz っていう電源を採用しているという話と、航空機全体の軽量化というところで、タイヤ、コンテナっていうところはもちろんですし、その他の機内に積み込んでいるですね、ドリンクを運ぶキャリーまでですね、非常にこう軽量化の波が進んできているということで、 これからですね、飛行機に乗られる機会があれば、えー、どういったところで軽量化が狙われているのかっていうのを探してみるのもまた面白いポイントの一つかなというところで、えー、今日の動画はこれぐらいで終わらせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。 It's never brought me down. No, 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 no. I'm really glad I'm not walking around. Believe in my inflated eight brain. Figured it.